行くわ。殺しを感じて。そろそろ狩らせてもらう。私を感じて。おやお、口だけかい。さて、インフを渡してあげよう。甘いわね。そろそろ狩らせてもらう。このくらい。さて、インフを渡してあげよう。このくらい。行くわ。殺しを感じて。私を感じて。何の真似かな。行くわ。この程度なのかな。行くわ。一つ痛い目に遭わない。このくらい。さて、いい。さて、いい。このくらい。一つ痛い目に遭わせておこうか。さて、印を渡してあげよう。はい。さて、はい。殺しを感じて。行くわ。そろそろ狩らせてもらうよ。はい。行くわ。殺しを感じて。そろそろ狩らせてもらう。甘いわね。一つ痛い目に合わせておこうか。
殺しを感じて。おやおや、口だけかい。はぁ、何の真似かな。そろそろ狩らせてもらうよ。甘いわね。そろそろ狩らせてもらうよ。よくない。殺しを感じて。この程度なのか。殺しを感じて。この程度なのかな。さて、いいのを渡してあげよう。これはどうかな。一つ痛い目に合わせておこうか。このくらい。はぁ、おやおや、口だけかい。殺しを感じて。この程度なのかな。さて、いいのを渡してあげよう。さて、いいのを渡してあげよう。これはどうかな。行くわ。こんなはずでは。当然の結果よ。マリアンヌ、そう。マリアンヌ、私の可愛いマリアンヌ。やることに変わりはない。襲ってきたら倒滅するだけ。風絶を解く。どうしたんですか。二人でおもちゃの棚なんか見て。ボリューム感と形の良さが与える視覚的イメージと甘みのバランスが、まあまあ。あの、本当にいいんですか。奢ってもらっちゃったりして。でも美味しいです、すごく。ねえユージ、フルーツパフェも頼んでいい？まだだけど、食べ終わる頃届くように頼むの。美味しかったから、他のパフェの味も試してみたい。そうよ、悪いの？そうだけど。私はこれでお腹いっぱいです。はい。
それじゃあハーブティーを。集中。何？言ってみて。連戦の最初に現れた共柄だからだ。当然の考えと言えよう。ユージの周りに私がいればどこにいても状況は同じ。現れる敵は倒す。それだけ。どうかした？さあ、今日の鍛錬はこれまで。何か変なこと考えてたみたいね。うん、まあね。飽きてない？ユージが行きたいなら付き合ってあげてもいい。そんな機会があるのかしら。まあなかなかやるみたいだけど、まだしばらくは楽しめるかしら。今回の駒はこの間よりははるかに強かったはずだけど、それでも敵ではなかったみたいだし。でも駒はまだまだあるわよ。いつまで頑張れるかしら。せいぜい楽しんでちょうだいね。結局は無駄になる刹那の踊りを。起きなさい。起きなさい、ユージ。また寝坊よ。何がわーよ。いつまで寝てるつもり？自分が頼んだ鍛錬に寝坊でお返しするなんて大した度胸ね。言い訳しない。うん、早く来るのよ。ゆーちゃん、もうお腹いっぱいなの？あら、そう。シャナちゃんは？私は別に、いつもと同じ。ありがとう。あら、お客様かしら。はーい。
ごめんください。まず挨拶くらいは返すべきでありましょうな。無礼千万。常の状況から考えて、私があなたに用を思いつくことは論外でありますな。ウイスイように。まだそのような名で遠発尺眼の打ち手を、しかも気安く呼び捨てに。深い衆、虫を追い払っただけであります。悪い虫であります。何言う、あれウィルヘルミナ。あれではないのであります。何が、短期間に複数の共柄の襲撃を受けるという異常な情勢下に、旅行に海水浴など、このような置き手紙一つで自己承認とは。とりあえず今朝書いた選挙報告の後にちょっと付け加える感じで。何が感じでありますか。ろくな対応策も取らず浮かれた遊興にふける情勢でないことは明白でありましょう。緩むにしてもいささか度が過ぎているように思われるのであります。対応策って言っても出てきたら叩く、それだけのことでしょ。天井の豪華、あなたともあろうものが何とも野放図な方策を許すものでありますな。方針提出。そうは言うがな、ヴィルヘルミナ革命全体状況が不文明なまま守りを固めたとて意味はあるまい。今まで通り遊女を守るって基本方針は同じ。場所がどこになっても私がやることは変わらない。理屈では確かにその通りではありますが、そこを行け。いずれにせよこの地にあるもう一人のフレイムヘイズも加えて直接協議すべきでありましょう。もう一人、調子の読み手に蹂躙の僧侶か。分かった、自在師としての意見も聞いてみたいし。ゆうちゃん、お客様。あら、そんな玄関先で立ち話を。おはようございます、カルメルさん。どうぞ、上がってくださいな。おはようございます。いえ、何も。奥様もお構いなく、要件はすでに完遂しているのであります。でもせっかくいらしたんですから、お茶でもいかがです。しかし。そうおっしゃらずに。上がらせてもらえば、ちぐさのお茶は美味しいっていつも言ってるじゃない。そこまで勧められては断りにくいでありますな。非職の女。あら、黙るである。ではお言葉に甘えてお邪魔を。はい、どうぞどうぞ。シャナちゃんもいらっしゃい。みんなでお茶にしましょう。うん。あら、今日は朝からお客様の多い日ね。お願いね。
お裾分けにって。はい。責任を取ってうまく収めなさいね。それがわからないのならなおさら責任重大よ。ゆうちゃんから、どうせ吉田さんのケーキについて話してる中で無神経な失言でもしちゃったんでしょうし、とにかくちゃんとしなさい。そろそろ私に言われるまでもなくね。じゃあこのケーキは冷蔵庫に入れて大丈夫かしら、吉田さん。します。それでどうするつもりでありますか。奥様の苦労が忍ばれるのであります。私はこれから宣告の件を協議するため調子の読み手のもとを訪ねるつもりだったのでありますが、肝心の円髪尺眼の打ち手が舌の根も乾かぬうちに0時迷子のミステスを放置して出て行ってしまったようでありますな。宣告の件？とりあえずあなたの行動指針から受けたまわるのであります。即断即決。まあまあの回答でありますな。提案肯定。では先に調子の読み手と合流しておいてほしいのであります。では。あの酒井君、
私も一緒に行っていいですか？でもこのままじゃ後味も悪いですし、それにマージョリーさんならさっきのこと間を取り持ってくれるかもしれません。ダメですか？じゃあお願いします。することですから、酒井くんのお手伝いがしたいんです。